どっちが大事だ。同じだ。美人が見てない時はか、山を見たいから変わってくれよ。ラグビーと女の子とどっちが大事だ。同じだ。美人が見てない時はか、山を見たいから変わってくれよ。あれがポール・アレンか。フィッシャーを担当してるユダヤ人なのに。見たんだ、あいつがオフィスでオイラ型に電話しながらメノラをくるくる回してたの。ベイトマン、ユダ公の肩を持つなら芋のパンケーキラとかでも頼んでやろうか。ベイトマンは公民権運動をやってる女とできてるんだたった570ドルか。いや、いや、どういうつもりだ。入らないでくれるか。いや、入らないでくれ。何しに来たんだ。もう会っただろ。もう会ったよな。帰ってくれよ。おい、人が丁寧に頼んでる間に帰れよ。もう気が済んだろ。余計な真似しやがって。いいからさっさと帰れよ。俺が何だって。ほら帰れよ。そう、奪ってやったよいや違うよ、誰も勝ってない。ほら座ってくれ。いや会えてよかった。今日はどうしてプリンストンへ。ジョン、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 おいおいおい、ジョン、ジョン、大丈夫、今事情聞いた、悪かったよ。おい、ナッシュ、ナッシュ、おい、お大丈夫、ナッシュ、ナッシュ、おいおいおい、さてはかましてんな。7年ぶり、挨拶ぐらいしろよ。そう、例えば、ジェイク元気、覚えてる、あなたの妻よ、とか。はい、ハニー、素敵よ、ご家族は元気。北部じゃその手のジョークが、ああ、バレちまったか。けどこの距離、バッチリ命中だぜ。ベティ、ベティ、民間に移った。お父さんとは今も会うけど。ほら、軍はいろんな研究を外部に委託してるからね。今の方が給料もいいし、基地の研究所を動かす仕事だよ。学生時代を思い出す。研究は順調担当直入に言おう。君たちの研究のことを耳にしたんだ。その薬は使い方次第で大きな力を持つ。うちの研究所に来ないか。給料は今の10倍はもらえる。坊主に全部やる。遺体は畑に埋めてくれ。ライオンの隣に。おじいさんに育ててもらった会えてよかった。ある日やり手のセールスマンがやってきてね。ああ、本物の男たちだ。暑いだろう、俺が燃えてるから。夏だ、クソ暑いぜああ、君がバーバラだな。楽しんでるか。お楽しみはこれからさ。ロスの夏は何でもありだからな。見てくれ、これを。俺の新しいおもちゃだ。ああ、まだあと2丁ある。だから買い手がいねえんだ。ダメだ、目立ちすぎるってよ。入り口にソファーがあったろそこでおねんねしろ。日本語にかけ直してもいいですか。ターナ、ちょっといい子だからここで待ってて。ザック、お遊びじゃない。ここに座っておとなしくしてるんだ。いいね。おい、こらダメだったらここでじっとしてなさい。ターナ、こんなことすべきじゃないって言うこと聞いてよ。勝手な真似。一緒に店の中へ戻って。で、どうすればみんなが満足できるか考えよう。了解しました。タロット、南南東に向かい空母に帰還しろ。から、空母に戻ったら言う。大変態を離れてよし。どこにいる。いるのは分かってるんだ。お前が言うことを聞かず危険だからだ。人の話を盗み聞きするのが趣味か。しかしお前はヘンリーを殺したんだ。大後にもう一度だけ命令するぞ。空母に戻れ。貴様ないと俺がお前を撃墜する。何か御用。ええ、知ってます。どうぞ中へ。自分で作った弁当、それを見せたいのかな。町には店が2つあるから、平等に税金をばらまかなきゃ。ニトロフ、マッシュポテトの代わりにオニオンリングにしてもらえるかな。僕はすぐ町に戻らなきゃ。じゃあこれで。乗客は立ち入り禁止じゃないかな。すごいロビーだね。なら船内ツアーをパスしたのか。船長のテーブルか。大晦日を過ごすには最高だ。ああ、ご主人にはいつもはもっとうまくいくけどね。大抵こんなクルーズ船で知り合うのは出会いを求める独身女性だから君には当てはまらない。いや、読まれてるね。数えてるの。任せて。なぜ君は他の人みたいに名札をつけてないの。名前が知りたいのに。サムだ。今日で35個目のサンドイッチ。お釣りはいいよ。一緒にディナーはどうかな。実際はドクターターキーだ。事故のことと聞いたよ。残念だったね。メッセージが途中で切れてて連絡先が入ってなかった。結論を言いましょう。この事件の焦点は、それはある一人のハンターにある。3月6日の晩、ルイス・ルーレは自分の獲物を追っていました。確かに被害者がしていたのは世間的に褒められるような職業ではない。ただし、誰もがどんな人でも犯罪の被害者になり得ます。この事件は非常に単純です。男が女性を自宅で襲った。彼女をレイプして殺すために。迂闊にも信用できるかどうかわからない人間にも脅迫状を見せてしまった。こうなると誰を信用したらいいのか。君が受け取ったという手紙の筆跡を鑑定してもらおう。犯人がこれを知ったら二度と息子に会えないだろう。私が約束したわけじゃない。子供はネリー号にいる。長さ9メートルの小さな船だ。事件に関係ないものが2人乗ってる。その船はエリザベス島近くのホースネックビーチとゲイヘッドの間にある。ナンタケットだな。だが足にぶち込まれた銃弾が過去を忘れさせてくれねえんだよ。金の分け前をよこせ。そう言うと思ってた。そんなはずないだろ。俺はな、タクシー運転手なんだ。今可愛らしい女の子を乗せてるとこだ。カウンセリングに行くんだとさ。父親との確執を抱えてるらしい。そのせいでこの世の全てが憎いって顔してるぜ。